2017年の阪神タイガースでは、2017年シーズンについての阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、金本智明監督の2年目のシーズンである。BC リーグ、福井ミラクルエレファンツにコーチとして派遣されていた、藤井明人が、ファーム育成コーチに就任。オリックスバファローズから FA 宣言した、糸井義雄、福岡ソフトバンクホークスを、 自由契約となっていた、柳瀬昭弘をそれぞれ獲得したほか、新外国人選手として、ボストンレッドソックス参加、トリプル A のロマンメンデス、ニューヨークメッツのエリック・ギャンベルを獲得、昨年限りで自由契約としていたラファエル・ドリスと再契約を結んだ。春季キャンプ前の自主トレーニング中に、糸井が右膝関節炎を発症、開幕の直前まで別メニュー調整を強いられた。 藤波慎太郎を WBC2017 日本代表に派遣。金本政権2年目のシーズンとなった今季も、前年同様若手の積極起用が見られた。昨シーズン活躍した岩佐田太、青柳明洋、高山俊、北条文也、原口文人らが揃って不審に陥る中で、昨年から成長の兆しを見せ始めていた中谷正宏、秋山匠。 梅野竜太郎がチームの中心として活躍3年目の石崎剛、上田会、新人の大山祐介、小野安志己、糸原健斗が台頭した。年間を通してリーグの上位を推移しており、一時は首位広島東洋カープに肉白するなど12年ぶりのリーグ優勝も狙えたシーズンであったが、糸や上本博則、ランディメッセンジャーらの小障離脱や岩亭、岩手、 藤並の不審など、投打の主力を欠いたことが、終盤の戦いに響き、最終的には首位に10ゲーム差をつけられ2位に終わった。クライマックスシリーズでは3位横浜 DNA ベイスターズを、本拠地甲子園球場に迎えるも、1勝2敗で、ファーストステージ敗退。石崎が、エネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017、日本代表に選出され、セットアッパーとして、 優勝に貢献。安藤優也、加野圭介、荒井良太の3選手が引退した。安藤、荒井の2人は、ファーム育成コーチに就任。掛布正幸が2軍監督の職を離れおなつけ、シニアエグゼクティブアドバイザーに就任。それに伴いあのよう対一軍作戦権、バッテリーコーチが2軍監督に就任することが発表された。 梅野が第17代選手会長に就任。また、大和が FA 宣言し、DNA に移籍した。球団単体での売り上げが、史上初の200億円を突破したほか、観客動員数が7年ぶりに300万人に達した。なお、12月1日付で四藤慶一郎、代表取締役社長が退任。公認に上げしを検事が就任した。 セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、 挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。色付けは規定等級回数以上の選手。ありがとうございます。